はい、どうも聖子です。本日なんですけれども、先日散歩したピックの近くにまた新しい別のピックっていうのがありまして、ここを散歩してみたいなと思います。見てください、後ろのこの砂浜ね、めっちゃ綺麗。なんかロサンゼルスを思い出すぐらいの綺麗さなんですけど、まあ、まだ未完成ながらもちょっと進んできてるんで、どんなところなのか見ていきたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a... 今ね、めっちゃ喉かわいい。乾きすぎて。かわいすぎて。乾きすぎて。かわいすぎて。合ってるよ。私じゃん。乾きすぎて、まだオープンしてないお店に、水買っていいですかって。値段聞かないでね、うんうん、え、水って高くないはずだよね。まあだいたい50円とかで買えるんだよね。50円のお茶だよ。あ、もっと安いよ、ね、じゃあもっと安いか。100円。わお。ちなみにこれはね、あれがないから、冷たいのはないから、氷でいいですかで OK だから、ちょっと高そうな飲み物みたいに飲んでるけどこれが安いよ。 600ml で5倍、4、5倍はある、うん、あれね、氷の値段じゃない、それ。え、私の新しい髪型めっちゃ良くない？めっちゃいい、似合うね。旨味が出るよじゃあね、今からちょっと海入っていきたいと思います。入らないけどね、うん。この白い砂浜なんですけど、どうやらこの島は人工の島で、この海とつながってないんですよ。海とは石で隔たれてて、多分ね、持ってきたんかな。で、持ってきたので、もし海とつながっちゃったら海に流れちゃうと。いや、暑いのに砂が冷たいのが面白い。え、嘘。あ、本当だ、面白いね。で、この海の近くにはそのフードコートみたいなご飯を食べる場所があって、そこでご飯が食べられます。なんか変わったラーメン屋さんとかあってね、まだまだこれから増やしていく予定だと思います。全然これから増えていくんじゃないかなっていう勢い。ここに住むのいいね。ね、お金あれば綺麗。多分ね、これオープンした理由があれじゃない、そろそろも降りたいから。確かに、ここら辺のアパートとか、うん、家とかね、どんどん開発が進められてて、本当に日本でいうお台場みたいな感じかな。あ、ごめんね、こっちの方がいいいや、お台場もいい。人間はですね、なんかあっちの歩きやすい道があったのに、やっぱり簡単すぎると人生じゃつまらなすぎない。だから砂で歩くんだよ、チャレンジとして。何言ってる、いい道があればそっちに歩きたいんじゃない。ここの海は泳げないよ。理由としましては、ここはね、サメがめちゃくちゃ多いよ。そうなん、うん、ここで泳ぐとね、サメに食べられちゃう。あら、うん、そんなことないけどね。嘘かい。嘘じゃないよ、サメはいるけど、どっかにあるかわからない。いや、結構信じた。ほら、サメいたいた、ほらほらほら、サメサメサメ、怖くない？サメ。やば、なんかカジキのこれみたいに出てるんだけど、防御力全然なさすぎて。サメじゃないし、何言ってるの。しっかりね、ゴミが漂着してるね。これインドネシアの環境問題です。私のおでこはこの、なんていう、ビーチと同じぐらい広いです一緒じゃない。何見てるの。 LCC だ、 LCC だ、エアージャだ。今高いよ、 LCC でも。ね、高いよね、うん、なんか日本帰れないでしょ、お金ないからうん、シティリン詳しいね、確かあなた日本のあれ見たらもう分かるでしょ。まあ確かに、ピーチとエアアジアの区別ぐらいはつくかな。タちゃんは日本に
戻りたいとかそういう気持ちある？払ってくれるならいつでも行きますよ自分のお金だったら考えとく。できればビジネスクラスがミニマムですね高級なんか私のお尻がビジネスクラスのシートじゃないと、あ、かゆいかゆいかゆいってなるよすごいね。エコノミークラスアレルギーがある。あ、冗談ね。知ってるよ、冗談だよ。綺麗だね。私がありがとうね。ありがとう。あ、こっちこっちこっち。褒めてくれてありがとう。ここの海は本当はめちゃくちゃ長い。あっちからあっちまでもう見てください。お、日本見えた。日本まで届いてる。遠いな。すごい。でもね、残念なところがそのオレンジのなんていうかバリアみたいなのがあって見えるかどうかわかんないけど、まあここら辺までしか遊べないよ。多分あっちはまだできてないのかな。それともあっちのなんていうレストラン売りたいのかな。ま、セゴ。はいはい。上見てください。うん、あなたに似てます。どういうこと？あの髪の毛はげ始まってるうこれは貞子の映画ではないですよ。驚かましたでしょう。タシャ、ちょっと帰りさ、砂浜しんどいから歩道にしようか。ラグビー部っていたのに砂浜しんどい。恥ずかしい。菅平行ったよ。やっぱりここまだ開発中だよ ね。できたらめっちゃ気持ちよくない？ただね、ちらほらアパートだったり海の家が開発中で。海の家じゃないと思うよね。お店だと思うよ。海の建物。そう、なんかちょっと硬くない？あ、私の日本語学校行ったことありますかないよね。ないでしょ。あるよ。それは小学校って言うんだよ。小中高日本語、うん、私は専門の日本語学校行ったから私の日本語の方がいいよ、信じて。海の建物です。インドネシア人に日本語を教わる日本人。負けてるもん大丈夫大丈夫、これから教えてあげるよめっちゃ上からじゃんはい、ということで、ピックの周りの砂浜回ってまいりましたけれども、綺麗だったね。うん、まだまだ開発段階ということもあって、これからどんどん栄えてくると思います。ということで、まあ、またこういうインドネシアジャカルタの動画を撮っていきたいと思いますので、この動画が少しでも参考に なったと思ったら、高評価、そしてよろしければぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ